船山香る船山香るは日本の小説家。彫刻家の船山茂生は次男。船山香る生誕地。札幌市中央区大通西八丁目北海道、札幌市生まれ。実父の小林神三郎は余一町の出身で、香りの出生当時は東北帝国大学農科大学の学生であった。母方の実家の遺構で、母方の船山生を名乗り、 ジップとも生後感もなく離別した。なお、香りによるとジンザブローはクリスチャンで、トルストイなどの文学愛好者でもあったという。養父は新聞記者、森笛川札幌に中に在学中、組合協会に通った。1932年、早稲田高等学院に入学するも、一学期で退学。1934年に、明治大学ヨ日に入学し、 1937年に小学部の1年の時に退学する。1937年に北海タイムスの社会部学芸記者となる。1939年に再び上京し、四社連合に勤める。1940年、寒川光太郎、椎名林蔵、野口藤夫、船山春子らの創作の導入に加わり、私の絵本を執筆。 私の絵本は、文芸の第2回同人雑誌推薦作候補となった。同年、青年芸術派を結成、青年芸術派奏書の一環として、長編小説、衣装を書き下ろし出版する。さらには、第13回、14回と2回続けて作品が、芥川賞候補となるなど早くも、文壇でも一目置かれる存在へとなっていく。 この間1944年に春子と結婚している。戦後は文芸雑誌、除曲の同人となり、笛、反重心、魔術師など、実存主義的傾向の強い作品を発表し、シーナ、野間博ハニヤ・タケシだからと共に第一次戦後派の一人と目されるが、1948年にヒロポン依存症となってからは執筆活動に支障を来すようになり、 文壇からは半ば見放された状態となる。1955年に依存症から脱出した後は、推理小説や時代小説などにも創作の幅を広げたが、なかなかお名変上できずに、至福の時を過ごす。そんな中、1967年に地方史に発表した歴史ロマン、石狩平野がベストセラーとなり、小説新調賞も受賞。 分断の表舞台への復活を果たした。その後も、落とせ、見知らぬ橋、足火の放浪家族、遺作となった赤根色の坂まで、新聞小説を主として精力的に作品を発表し、また多くの作品がテレビドラマ、舞台化されるなど、中間小説の大家として活躍し、国民ロマンの巨匠の異名を取った。晩年は、 治病の糖尿病の悪化と眼室に苦しみ、1981年8月5日、心不全のため、東京都新宿区中井の自宅で死去。去年67、おしどり夫婦として知られた妻の船山春子も同日の夜に、狂心症のため休止したことも、船山の死と共に報じられ、話題となった。戒名は、ジャック昌院天津乱王子児。墓は、 東京都中野区城高田の流行禅寺にある。2014年5月10日、兵庫県相本市の広告寺で、と瀬の題材となった、交互事変及び平運丸遭難事件の犠牲者の追悼行事が行われた。また同年は、と瀬の原作者である船山の生誕100年にもあたる、ことから、その記念行事も合わせて行われた。ありがとうございます。